みなさんこんにちは、虹色ハーブのりこです。今日は島根県の川本町で開催されてますうさと展に来てます。では中の様子を見ていきたいと思います。こんにちは。中はこんな感じになってます。そして今日のうさと展の主催のまゆみさんです。よろしくお願いします。では早速なんですけれども、はい、うさと服の他の服との違いとか どのようにしてこうして服が作られてここにやってきたのかっていうところを説明してもらっていいですかね。はい、ですね、うさとの服はシルクとヘンプとコットンっていう3種類の素材からできているもので、組み合わせられたりヘンプコットンとかっていうふうに組み合わせられたり、その何パーセントがコットンで何パーセントがヘンプとか 100% コットンとか 100% ヘンプによってこう肌触りとか着た感じとかがまただいぶ違ってくる、そんなお洋服で、タイやラオスの農村で染められたり織られたり縫製されたりしてきたものが日本に送られてきて、京都にうさとがあるんですけれども、そこに、届いたお洋服たちから日本全国の展示会場に配送されてこのような形で届くっていうものになります。で、ですね、こちら、そうですね、毎回届くものが違っていて、何が届くかは届いてみないとわからないっていう楽しみがあります。ということは、その一つ一つ の服が一点物ということになりますかね。そうですね、一点物は一点物なんですけれども、はい、例えばこう同じデザインでも4と6って大きさが違うんですけれども、うん、ちなみに4と6っていうサイズの、そうですね、4は、はい、これ今レディース用のもの持ってるんですか、はい、レディース、まあ、メンズも一緒ですけど、4はレディースの M だいたい、うん、で6が L、 2があるんですけれども、うん、2が S サイズぐらいの目安なんですが、うん、ただこの素材、さっきの言った素材の組み合わせだったり、あと、デザインによって2でもゆったりしてたり、4でもこう綺麗な形でキュッとなってたりっていう風にだいぶ違うので、気に入ったものがあればぜひ2とか4とかあまり気になさらず着てみていただくといいんじゃないかなって思います。あとメンズっていうコーナーを作ってはあるんですけれども、はい、こっちですか、はいはい、メンズでもあれですね、全然女性が着てもすごく可愛らしい感じになったりとかっていう風になるので、うん、そのメンズレディースに限らず、うん、ぜひぜひ着てみていただくといいかなと思います。あと、こう見た感じと着てみるとまただいぶ違って、すごいシンプルなものでも着るとなんかちょっと上品な感じに見えたりとかすごくあります。うんうん、あと、すいません、同じ一点物っていうやつで、もう話が止まらなくなってきて、一点物、これ同じように見えるんですけれども、はい、例えば同じものでも、はい、やっぱり手で折ってるので、こう折りの出方が違ったり、やっぱり若干、まあ、これは柄がないからなんですけど、同じ柄物でも柄の出方が違ったりとかっていうふうになるので、やっぱり一つ一つが違うものになります。うん、はい、これ13個あるボタン、人気のうさとのカーディガン、今回その人気商品って言われてるうさとの商品たくさん来ています。ではどんな服が今日こちらの展示会にやってきたのかを一つ一つ、こちらから、そうですね、ここから、ここからでもいいですよ、ここから、はい、ご紹介お願いします。これ、ですね、レディースとメンズってここにもあるんですけれども、このシンプルな形のトップスなんですが、うさとの京都のスタッフの方が皆さんこぞって着ておられるという、とっても着やすくって、まあ、四角な感じで形はこんなシンプルなんですけれども、着るとこうちょっとこう、ね、細くなったりして、とても素敵なシルエットが出る、とっても着やすいお洋服になります。
須賀さん46と3サイズと同じタイプのレンズも生地だなっていうこの織りが変わった織りだなとか色が変わった色味だなっていうのをお洋服も着ています。それと今回はあパンツもご紹介しましょうか。はい、お願いします。さっきはトップスを紹介していただきましたが、はい、次ははい、私が今日履いているこういうキュロットパンツ、紐、ウエストが紐になっているですね。キュロットパンツはちょっと丈が短めなので、あの背が低めの私みたいに154なんですけど、低めの方でも246っていう履いていただいても下がこうつくことがないような、すごくあの楽に足さばき楽に。綺麗なシルエットが出るパンツ、これもパンツなんですね。ムササビがすごくフルレングスムササビが長い下まであるムササビがあるここまでのやつがあるんですけども、これの通常のタイプだけじゃなくて、今回はこういうふうにちょっと短めの裾を紐で縛って履くタイプのムササビも着ています。なので、私さっきのはあのフルレングスのだとサイズが2とかでないとすごく下が長くなっちゃうんですけど、これだったらちょっと短めなので、2じゃなくて4とか6とかのちょっとゆったりめをご購入されても長さが。風に揺れると素敵ですよね。はい、このそのスカートと、それからこれなんかマーメイドのこのシルエットなんですけど、下がエンジェルのワンピースの下と一緒のスカートが可愛いのが入っておりま す、あとこれイカスカートす、ね、イカスカートっていうのはどういうスカートって言われるのが、これパンツもあるんですけれども、この紐がちょっとこう横が長く出ていて、でこのように持って折り込んで紐をこう結んだり、であとこう後ろにしてこういうタイプにしたり、あと全部後ろにしたりして、形この紐によっても形を変えて履くことができるタイプのスカートとパンツもあります。これがイカスカートとか。すぐに売れてしまうというストールの短い幅のタイプとですね、それとこのオーバンストールがいくつか来ています。もうちょっとあったんですが、今ちょっと人気でもうすでになんていうか出ていますが、こんな感じですね。こんな感じのとオーバンストール、あ、これ見てみましょうか。
短いのはマフラーみたいな感じの幅なんですけれども、うん、まあ、このやつこのぐらいの、このぐらいの幅です、はい、で、マフラーにもなりますし、これもストールにもなりますし、これがちょっと短いタイプのやつですが、幅が昼寝するときとか夜寝るときとかにかけて寝ればとても気持ちいい、重宝する。私も夜寝るときにかけて寝ていますが夏はそんな感じで使えて、冬はもう普通にストールとしてで使えるようなオーバーストールとします。では小物の方は、小物はですね、はい、うさぎちゃんが来ていますが、本当はモモンガかなと、クマちゃんも以前はいたんですが、今回はうさぎちゃんがたくさん来ています、うん、大きさが、いや、そうですね、いろんなサイズが、で、いろんな表情が微妙に、そうですね、これが手作りの、はい、ね、ですね、目とか、色は温かさがありますよね。非常に、そうですね、これいろんなタイプがあるんですけれども、服だけじゃなくても、なんかこう直接肌に触れる、この部分が肌に触れる部分なんですけれども、うん、直接肌に触れる部分がこのお洋服と同じ生地で作られているっていうものになります。うん、なのでこう、まあ、植物とかの薬効効果みたいなのがあったりするかなって思うんですが、タイプが 1,2,3、 大きさが3つあって、この2つは防水服かなが入っているので、なんか漏れたりとかっていうことがありません。これはすっきりつけていただけるものになります。で、なんかハンカチにもされる方がいらっしゃるという、このフリーサイズこんなこういう感じなんですけど、うん、使い方は、ま、自由なので、あれなんですよ、ちょっとその自由なのでどれでも使っていただけるんですけど、このサイズにこう当ててもらってこのまま使って、うん、で、変える時にこれだけ変えて、これを変えて、それでこう次またこれそのまま使って2回みたいな感じだったり。少ない時だったら、ですね、これをこう折り返してもらって、またこう上げとか、こんな感じで面を変えてもらったりとかしてすると、また使えるみたいな、そんなものになります。で、フリーサイズっていうのになります。あと、内田豊樹さんって福岡にある会社で作っておられるんですけれども、トイレで出せるっていう、いつもその内田豊樹さんが経血はトイレで出せるっていう、経血のそのコントロールする練習になったりとか、なるほど、はい、するっていう、このナプキンのナプキンで、なので、あまり汚さずに、全てトイレで出せるっていう、そういう経血コントロールの練習とかにもなるしっていう。すると、とても楽で整理があったり、そういうお話もされてたりとかします。あとは、機械織り、機械織りのコットン、機械織りインナーは、そうですね。いろんな種類があるんですけれども、ピチコートみたいなやつですね、スカートとかの下に履くやつ、これは男性用かな、ちょっとね、女性用のピチコートみたいなものがあるかなと思ったけど、普通の下のあれですよね、普通に履くパンツみたいなやつでしたね。
つなぎとそれからタンクトップ、夏なのでタンクトップが結構いろんな種類、足いろんな、いろんな全部のサイズで着ています。はいはい、こんな感じですかね。ありがとうございます。で今日私が着てる服は、うん、お里のこの、そうですね、ちょっと待ってね、これをまゆみさんに渡しますので、ポンチョなんですけど、それとしてこれ使い方、あの着方としては、そうですね、これあのボタンがここについているんですけれど、うん、腰巻きにして、ここにこうボタンを留めていただく。ボタンがついてるんですね。ボタンがついてますね。ボタン留めて、はい、紐で結んでもらっていうって形もできますし、はいはい、なのでパンツとかスカートの上、あ、まあ、上っていうのはこうですね。ここに下に入れてこんな感じで重ねできる感じになるんですけど、うんうんうん、もここに紐も。あとこれ、そうですね、さっきのりこさんはこんな風にして着ておられたと思うんですけど、このままこうやって着ることもできますし、ボタンを取ってついてないタイプも実はあったりするんですけれども、うんうん、今回はボタンがついてるタイプが着ています。が2枚ですね、これと。あ、またさっきとは雰囲気が変わりますね。雰囲気が変わりますかね。変わります。ちょっとですね、前が開いてるのと、の閉じてるのとで。紐を結んでもいいですし、うん、自分のお好みで、お好みでどのようにでもしていただけます。さっきちょっと途中でやめましたけど、はい、ここに、紐が通せる穴があるので、はい、あれこうぐるって巻いてもらって、ただ巻くだけっていうのもできます。はい、ありますので、今回このちょっといろんなタイプで着れるものがこんな感じかな。はい、こんな感じかな。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にここの部屋自体がとっても気持ちよくって暖かくって、あ、やっぱりなんか服で全然変わるんだなって思いましたね。はい、こんな感じですかね。はい、はい、では次は出店者さんのご紹介をさせていただきたいと思います。一番最初にいらっしゃここですかね、はい、ヒーリングマッサージのさまさまのしまこさんです。お部屋が、あ、こんな感じになってて素敵ですね。しまこさん、あ、こんにちは。はじめまして。ようこそ。ようこそ。あのうさと店は初めて、はい、いらっしゃった感じですね。先ほど気になってもう試着いっぱいされて普段の服とこう着心地とかどんな違いがあったのかなっていうのを聞かせていただきたいんですけど、どうでしたか？はい、なんか空気を着てるみたいな。あ、それわかります。
本当なんか軽く体が軽くなったようなふわふわふわっていう感じになって、今ちょっと夢中になってなんかむさぼってしまいました。ちなみにあの島子さんがあこれいいなって今思っていらっしゃる服ってありますか？そうですね、着てよかったなとか、ですね、はい、いっぱいと取り置きがしたりとかしてこの、はい、タイパンツですね。タイパンツっていうのはすごく幅が広く感じるんですけど、それってどんな風に？これこうこの中に入っていただいて、はい、で、あの、いろなんかこんな感じで着たりとか、うん、とかなんか一層こうぐるっとこんな感じにして片方だけやったりとか、うんうん、なんかいろんな着方が、いろんな着方、着た2つ3つ。あの私はそのそれを見てタイパンツを見てどうやって履くんだろうって思ったんですけど、で島子さんってあ、そうですね、もともとはい、あ履かれてる、そうですね、今日たまたま、ね、あの今日もタイパンツ、あそうなんですね、はい、でもちょっとなんかでも見せ、はい、こんな感じで折って折り込んでですね、はい、あの今私片方だけこう糸寄せちゃってやってるんですけど、で裏返すとここの模様が出たりして、うん、今で縛るだけなのでサイズもいい感じで、はい、こう施術をされるときにそのタイパンツの方が、そうですね、このあ足が上がりますヨガの先生ですからで、先日インドからインドに行かれて戻ってこられてヨガの勉強 で来られたということで、はい、こちら、はい、どうぞ、はい大丈夫です。たくさんずらっと雑貨が並んでますが、これがインドの現地で買ってこられた、あそうですね、商品になります。ちょっとこっちの方はインドネシアの、インドネシアのバリ島の方で、アバリ島の方で、はい、おすすめのものがありますか？あそうですね、ちょっとマニアックなものばっかりで、いいですねあのこのお香立てとか、あのここにあのはい、棒状のお香を立てるんですけども、はい、あのここの彫り物がオウムといってですね、はいはいはい、ヨガやってる方は聞いたことあるかと思うんですけども、はい、マントラという日本語で言うと神言ですね、あうんの語源になった脳、うん、のサンスクリットの文字がちょっと全部並んでいて、うんはい、なんかお香を立てるといい感じかなというのと、あとこれも本当は向こうでは司祭の人が、はい、あのマントラ唱える時に、はい、あの最初にこう、ね、ずっとこれで瞑想状態に入って、はい、あのマントラ始めるんですけども、はい、ちょっとお土産用ですけども、はいはい、買っちゃいました。え向こうの人は常にそういうものを鳴らされて、そうですね、なんかお祈りの時とか 家になんかいろいろこう、なんていうお清めになんか1日何回か回っとらみたいなんですけど、うん、それで鳴らす人もいるし、うん、寺院だと本当司祭の人がチラチラチラって最初やったりしております。いい香りもすごい漂ってくるんですけど、はい、ここもいろいろあるんですね。あのちょっといろいろ買ってみました。これとか本当は香取線香で本当に蚊がバンバン落ちるんですけども、あのすごいいい香りで、あのお香として十分かなと思ってちなみに香りは日本のカトリセンコとは全く違って、はい、なんかシトロネラとレモンの香りだそうです、はい、虫が嫌う、はい、いい香り、はい、ハーブの香りですね、はい、化学薬品ではなく本当に植物からちょっとそれはいいんじゃないですかねそこら辺はね、なんかちょっと確認してないですけど、ね、まあ、メイドインインディアで、はい、ありがとうございます。では、今日はヒーリングマッサージということで来ていただいてます、はい、どんな施術をされるんでしょうか。はい、頭 の、まあ、あのヘッドマッサージのような、うん、ヘッドスパのようなドライな、うん、あのマッサージと、あと服の上からあの肩甲骨の方をほぐすっていうあのマッサージで、あのかあの前に沖縄の天使の羽工房さんっていうところで教えてもらった施術になります。はい、皆さんよろしければまたいらっしゃってください。ぜひぜひ、はい、お待ちしてます。ありがとうございます。ちなみにまゆみさんは、はい、この前施術を受けられましたが、あ、
どんな感じでしたかね。あの時は草原に寝転がって、うん、大自然の中で大自然の中でしかも、のりこさん私物のうさとのストールを下に敷いてもらって、うん、もうなんか別世界な感じで、うん、寝転がってさせていただきましたが、結構こう押していただいてたと思ったんですけれど、全然痛くもなく、全然痛くなくて、何ですかね、なんか結構力入れないのに奥までこうなんか入ってくる感じの、すごい気持ちよくてすぐ寝てましたけど気持ちよさそうでしたねあんな外で寝てましたけどもはい、すごい良かったそうです。なんかずっとやってもらえ、やっててもらえたような感じでした。ねえ、だそうです。はい、ありがとうございます。では、他の出店者さんは、この一番最初は、松田の椎茸さんですね。去年もいらっしゃいましたかね。毎回、川本町の、はい、お住まいの方、川本町の特産として、はい、椎茸の乾燥椎茸を作っておられて、大会賞を取られているような、農家さんという椎茸農家さんになります、はい、で今年も品評会で県知事賞をいただきました。本当ですね、そうです、はい、おめでとうございます。おめでとうございますはい、で次がこれが虹色派私の商品たちです。これが神様宇宙ハーブティーで、フォークニジさんとか串田姫さんとかアマテラスさんとかスサノオさんのハーブティーになってます。でこちらがポータルワンドです。であとはこれがマコモホウキです。でこちらがバッソルトになってます。次の方、今回初めてのマリリンさんの作品になります。これはガラス玉の中に水引きを入れられて宇宙を表現されてます。素敵ですね。でイヤリングとかブローチなんかも置いておられます。こんな感じですね。で最近は丸いガラス玉から進化して雫の形のガラス玉にの作品を作っていらっしゃいます。では今日から今日が金曜日で土日と、はいはい、開催されてますのでまた、はいはい、どうぞお越しお待ちしております、はい、ありがとうございました。